お疲れ様です。先ほど国会議員団の役員会を開催させていただきました。馬場代表や前原代表からはですね、補欠選挙の総括と、まあ、皆さんへのねぎらいの言葉がありました。で、選挙におきましては1点、選挙妨害行為が非常にひどかった選挙でありまして、今後もまあ、ご当人たちは今後もそういう行為を示唆するような発言を繰り返しておられますので、これについては公職選挙法等の改正も含めて我が党も提案をしていきたいというふうに今考えております。肝心の選挙におきましては、まあ、大変残念な結果となってしまいましたが、まあ、これは我が党の現時点の実力ということで受け止めましてですね、しっかりと足元を見つめて、固め直していくということを引き続きやるということと、まあ、選挙については我々は楽な選挙区というのは一つもありませんから、まあ、大体がほとんどがチャレンジャーということでありますから、しっかりと選択肢を示して候補者ともどもしっかりと党一丸となって頑張っていくということをやっていきたいというふうに考えております。で、選挙につきまして、続けて申し上げますと、皆さんのお手元資料を今日配布させていただいたところで2人の、新しい支部長の選任を発表いたします。茨城の4区武藤博光さん、この方は62歳の男性の方で新人でございます。それから神奈川の4区加藤千佳さん、26歳の新人の女性という形で、もともと銀行員という方であります。このお二人を今日正式に発表させていただきまして、合計157名、現職含めて157名の支部長となりました。最終調整中のメンバーも何人かおりますんで、まだ地道に一人ずつ選挙区をお任せする人を増やしていきたいというふうに考えております。そして話題変わりまして、もう1点、静岡県知事選に関して一部で自民党は副知事を務めた大村慎一氏を推薦する方針というふうに報じられていますけれども、静岡県知事選に関して日本維新の会としての現状での対応をお伺いします。スタンスは未定です。はい。